リスケ？どうします？ジューシーな美味しさで私は私を取り戻してます。やっちゃおう、美味しく私らしく新しいマイペースにフリスクネオ。例のプロジェクトなんですけど、このままだと予算的に。リスケですかね。リスケ？どうします？私は今グレープに満たされ、ジューシーな美味しさで自分を取り戻しつつあります。やっちゃおう。心も体も美味しく私らしく新しいマイペースに、ジューシータブレットフリスクネオニュー。二階堂ふみさん入られます。よろしくお願いします。例のプロジェクトなんですけど、このままだと予算的に。リスケですかね。リスケ？どうします？はい、カット。ありがとうございます。リスケですかね。え、嘘でしょ。どうします？はい、カット。カット。はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、で白い方がカメラに入っていただいて、ありがとうございます。はい、やっちゃう。はい、カット。やっちゃう。最高。はい、カット。カット。はい、カット。はい、OK ですね。はい、ありがとうございます。このカット OK です。カット OK です。高さは95です。お願いします。よーい、はい。はい、カット。カット。はい、これぐらい。はい、はい、カット。カット。あ、かわいい。はい、カット。カット。二階堂ふみさん、本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、日頃からこう持ち歩いたりとかしている商品でもあったので、すごい初めて企画のお話いただいた時は、あ、嬉しいなと思って、はい、なんかいい広告にできたらなっていうふうに思いました。そうですね、本当に広告ってこう15秒とか30秒とかこう短い世界観の中で、やっぱりどれだけその商品をこうよりよく魅力的にこう見せるかっていうところで、皆さんすごくこう一つ一つ丁寧にこだわって作っていらっしゃって、やっぱり一つのこう絵を完成させるまでにもかなりこう、あ、今ここをこうやってやってるんだとか、私にとっても新たな発見がたくさんある現場だったので、そういうのもすごく楽しかったですし、あとはすごくこう 美術もこだわって作られてたみたいで、これからそこで撮影するので、中でこう何を感じれるかなっていうのがすごい楽しみです。CM の見どころ、そうですね、これから撮影するこう紫の世界はもうかなり監督もこだわりますっていうふうにおっしゃってたので、はい、そこが見どころになるんじゃないかなと思います。そうですね、でももともとなんかあんまりこう対前自弱を
座右の銘というか、まあ、そういう風なこう人であれたらなと思うので、まあ、あとはこうその自分のペースもそうですけど、なんか誰かともし一緒にいたりとか話をしてたら、こう相手のペースもなんかこう一緒になって考えると、よりなんかこう心地いいペースを作れるのかなと思うので、そうやってこうそれぞれのペースがあることを忘れないようにすることも一つ大事なことなのかなっていうのは大人になって感じるようになってきました。どうも、二階堂ふみです。この度は、フリスクネオの、新イメージキャラクターとして、参加させていただきました。すごく可愛い世界観で素敵な CM になると思いますので、ぜひ、楽しんで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。